わらわ、わらわ、わらわは独身貴族、センター恐怖症である。良きに計らえ。ごごさま、おおお、ギリギリまで、ネバーギブアップ。オレンジ、黄緑。あ、違う、青、青、黄色、黄緑か。黄色、黄緑。黄色、黄緑。なんだと。うわ、おきさん。悲鳴が今。リンネさん。殺人事件が起きました。殺人事件の悲鳴。息を飲む。はい。ちょうど下は来てないと思うんですけど。はい。左も来てない。右ですね。右か。右最後僕まあ治る直前までアドミン見てて、シールド1、ストレージ1がついてたと思います。最後。いや、まあボタン押す5秒以上前ぐらいです。ああ、ストレージ9やって最終位置ロアなので、ストレージは私かもしれません。シールドは LG です。リアクターの時にシールドのタスクやった後に最終的にコミュニケーションのローカーのところぐらいかな。ストレージ入るか入らないかぐらいです。うん、リアクターにもサントスさんが来てないなら僕目線は、うん、LG さんが一番濃厚かなと思います。アッパーエンジンからリアクター向かった人っていらっしゃいますか？はい、夏目先生かな。夏目がもうほぼ最速で左ポンポンと入って、うん、十字路待機で足湯さんと一緒にリアクターを始めました、はい、足湯は下から行きました。ストレージ側からアドミン、いや多分ほぼほぼ右側でやっぱり死んでるんでしょうね、うん、上でワンチャン殺されてる可能性はあるんかもしれないけど、初動左が夏目さんだけですか？最初は LG さんが来て、うんうん、で、なんか夏目が怖かったの？あれ。なんかね、なんか怖がって出て行っちゃって、なんか二人悲しいって言いながら、二人きり大丈夫かなと思って、ちょっと帰りましたね、僕は。うん、ああ。で、まあ、デジタルと言ったらストレージに助かなかったんで、シールド行ったっていう流れです、僕は。現です、右の武器位置がじゃあ結局今 LG さんしかおられないんですか？右そんなにいなかったんですか？僕はアドミ見たときはシールドしかついてなかったです。初動ちょっとあれましょう。はい、じゃあ初動の話ですね、初動の話。下が僕見たのは青、黄色、黄緑。はい、オレンジ紫も下でしたね。はい、オレンジ紫も下でした。オレンジ紫も下です。はい、黒も。下めっちゃ多かったですね。そんなに下いた、うん、多分再先行してたのが坂野さんだと思います、エレクトリカルまでは。そうです。私その次ぐらいだったと思います。あ、めっちゃ入る。サクセス。あー、パープルやりてー、パープルやりてー。ちょっとごめん、今回だけやらせて。ピッ。おしれとろいか、今宵はか。やった。サイクロ1ということだったので押しました。一応 LG の希望としては、もうちょっと初動の人の動きを洗ってほしいって感じです。もう洗ったんじゃない？下がもう時系列の話でしょ。魚からいきますが、はい、僕下行って、はい、多分エレクトリカル一番最初に入ったの僕だと思うんですけど、はい、誰だっけ、藤宮さんが最初に行ったんだっけ、近くに。僕はそうです、ストレージの配線ら辺にいました。だよね。で、その後僕エレクトリカル行って、うん、エレクトリカルのタスクを1個やるぐらいのタイミングでゲンさんが入ってきて、うん、リンネさんが右側で視認できない位置にいたっていう状況ですね。でその状態リアクターになったので、あのさんとリンネさんで行かれました。そう、ロアエンジンから、はい、向こうに向かったっていう形です。はい、もう隠しろの、はい、その辺の隠しろの人いますか？お互い隠しろみたいな、魚さんとリンネさんみたいな視点だったら足湯さんがだいぶ白い。シタルートに行ってる人たちがそんなにいるんだったら、シタルートから来た足湯さんが殺してた場合、死体を見つける可能性がとても高いと思うので、うん、足湯さんがだいぶ白いです。下組は夏目先生もあとあれじゃないですか、一回、右に戻る時間ないから結構厳しいんじゃないですか。最初は LG さんが合ってるんですよ。
初動左に行ってるのは見ました、確かに夏目先生が、うん、だから右だったら無理とは言えるかな。でリアクターもだいぶ早ついてる。リンネさんとかリンネさんとか魚さんとかその辺確証出せないですか。私視点だと魚さんとリンネさんはセットでリアクター本命に行かれたので、この2人の犯行はほぼほぼ見なくていいかなって思ってます。ただ2人目線でゲンが多分一応できるぐらいの位置になっちゃうかな。まあ残っていらっしゃいましたね。1人行動はしていましたので、うん、ただ私がキルできるとしたら、まあ、左側のどっかになるわけですが、うん、そこにそのとっさんはいないと思うんですけどねっていう。2人お互い確証ですか、魚さんとリンネさん。エレクトリカル、リアクターが鳴ってる間に行動しておりました。右切るって話なんですけど、右にサントスさんが行ったのは誰も目撃してないんですよね。そうですね、僕視点だと、それだと右じゃないとこから死んでるのかなって思っちゃうかな。あの初動は間違いなく右じゃないですか、その見てない誰も、まあ、下ではない。多分エレジさんも追えるのってもう藤宮さんがボタンを押す直前に切ったぐらいじゃないですか、うん、そう、それも一応追えるな。また別の場所の死体も一応、はい、はい、イベントとかもあるか。あ、右で死んでることは間違いないですよね。カフェストレージから右側って感じです。間に合ってなかったか。ちょっとここだけやらせて。ごめんよ。ビビ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 ビーン。はい、まあタスク2個ぐらいやって程よいところと思いまして押しました。私の動きですけども、ストレージの配線タスクやったかあれですけど、アドミンで、はい、タスクをやり、で先端さんがストレージ給油するのを確認してます。で、それぐらいでリアクターが鳴り、私も給油して向かおうと思って先端さんの後ろを追いかけて。最終ロアエンジンという形なので、私目線先端さんはキル不可能っていうような位置取りです。うん、先端さん目線ゾンケさんは？わかんない。どうですよね。うん、わかんないと。わかんないです。あの先端さんが給油してるのを私は確認しておりっていうので、はいはいはい。それぐらいなので、逆からは白は出せないと思います。藤宮さんはどうなんですか？僕はまあ全然ありえますよ。カフェで、うん、まあ死体消してるんで実際。うん、本屋さんもボタンで下消してるんで、はいはい、あ、そうか、そうですね、いくらでも、まあ、やりようはそうそうそう、あんまり細かく詰める必要はない。ゲンさんの最終位置ってどこでしたっけ。ゲンは、エレクトリカルを魚さんとリンネさん出た後にエレクトリカル出て、はい、リアクターホーム行ったと思います。だからロアぐらいかな。ロアぐらいだったら、あれでもソニキさんの前にいるのか後ろにいるのかがちょっと気になって、すみません、ちょっと記憶はもう曖昧です。何かストレージなんですよね。じゃあ、いやいやいや、最終位置ロアまで行ってます。藤宮さんが、アドミン見てたタイミングで私はおそらく給油やっており、先端さんの後ろを追っかけるような形で最終位置ロアだと思うので、うんうんうん、あのね、ゲンさん多分ね、あのサントスさんがよっぽど動きなんか噛み合った動きしてないと殺せないと思います。エレクトリカルで入ってゲンさんがいてそこで殺したか、もしくはメッドベイで入ってきてゲンさんが、なんだろう、ベント使って殺したとかしか結構成立しないから、アドミンの情報はゲンさんできないと取れてないの。僕はのボタンを押す直前にストレージ1シールド1を確認して押したので、あ、じゃあメッドベイはついてなかったんですね。ストレージ誰でしたっけ。ドニキが給油してるタイミングかと。右側はシールドしかなかった。エレクトリカルにそのタイミングついてる。死んでるならこの字とかそういうことってことですかね。まあ予想としては僕エレジーさんって結局ストレージシールドって言ってますよね。あとストレージシールドです。はいはいはい。うん。なお通れなかった。わらわ。わらわ。わらわは特進貴族センター恐怖症である。良きに計らい、うんうんうん、なんかさ声すごいいいよね、声量がいいよね、声もいいし、こうパッとこう出せる声量がいいよね。丹田から声出すのがやっぱなんかさ、声優専門学校とか行ってさ、ちょっと声の発声の仕方とかをちょっと学びたいよね。
配信とか動画に活かしたいよね。あ、そういえばね、今日ね、いや、やめとくか今日ね、収録したんですよ、初めて。また詳細はまた今度出ると思うんですけど、お楽しみに。お疲れ様です。藤宮さんがロアエンジンとエレクトリカル前の扉の前あたりで、死んでました。エレクトリカルの扉の前ってどっち側の扉？右側だね。弁当側の近くの扉のところあたりかな。の外側ですか？中ですか？あ、ごめん。エレクトリカル側の方だから、まあ、右側。そうそう、つろ前。だから多分、アドミンの方に入らないです、ね。多分映んないと思います。で、さかなさんのセルフがないことは、私が証明します。セキュリティから、はい、立ってから一緒に発見していて、死体が転がっているので、さかなさんのセルフはありません。ドテキさん、下から来なかった？あ、いや、いいですか、上から、セキュリティから一緒に行きましたよ。ちょっと、待っていいですか？はい、はい、どうぞ。はい、あのロアエンジンの弁当 LG さんが出てくるのを見ました。いや、僕は見てないっすね。僕は見てないっすね。な見てない。ちょっと分かんない。そのクルーは藤宮さん近くにおったんで LG さんかなっていうふうに思ってます。え、足湯さんロア来ました？あ、その右の廊下で見てました。ピョンって僕多分ま普通にすれ違ってそのままピュって出てきたんで。あと思って、ちょっと僕は分かんないですね。まあ、はい、まあ、一応リアクター終わってから下行ったのは確かなんですけど、LG は、その後普通に通り抜けて、で、むしろ足湯さんの方が後に出てた気も僕はするけど、まあ、で、最終的には、この字ぐらいですね、最終位置。LG さんの目線で、藤宮さんが容疑者候補だと僕は思ってたんですけど、最初の殺しができるのってどなたになりますか？ドニキさんぐらいしかいない。LG 目線でそもそも追ってるのが、藤宮さんが死体消したか、もしくは、死体が右じゃない説とかも一応追ってて、まあ僕目線だと一応まあ結構容疑者、LG さん目線だったらもうそもそも足湯さんが確定。なんかそう、足湯さんがなんか僕になさってるので、足湯さんプラスあと1で、でも足湯さん初手切る無理なんですよ、夏目先生的には。だからもう、足湯さんプラス誰かかなぐらいのイメージですね。絞れて、LG さんしかいないと思っちゃう。まあ、僕はスキップをしますけど。あ、今の手は LG さんでいいんですよね。一応ボタンを押そうとしてたのを見ました。オーツの最中に。はい。LG さんのセルを取れるんじゃない？あ、出遅れた。もったいない、フレッツ光を知らないなんて。オレンジ紫。あ、押してくれるんだ。はい、ないとは思うんですけど、うん、ちょっと一応ケアで切るんやったらと思いまして、押しました。今の切るの犯人は LG さんでいいんですよね。あ、僕はそれでいいと思いますけどね。あ、じゃあ、はい、そもそも LG さんと足湯さんのつながりってもうほぼなくなったと思っているので、はい、うん、いや、なんかアリバイ出そうかと思いましたけど、出す必要ないんだったら、まあ、一応しておきますか。足湯さんの見間違いを追いますか、うん、はい、あの LG さんじゃない人物が弁当を使ったという、うん、確実なんでしょう、もう間違いなく確実ですね。あ、もう出てくるとこ見た。はい、絶対なんでしょう、それが。絶対です。絶対です。あ、じゃあいいや。はい。はい、うん、一応、作家なんですけど、あとね、はい、多分相方じゃなさそうな、LG さんだとインポスター持ってるんですけど、相方じゃなさそうながゾニキさんかなと思いました。はい、うん、LG さん殺してるのであれば、ゾニキさんが殺してないことになるので、僕殺しって結構余裕できると思うので、できますね、ぐらいかな。証拠隠滅。死体を見た瞬間に魚さんって、はい、リアクターでロングタスクをやってるときに魚さんがちらちらと確認するようなムーブをされて、セキュリティにおられるのも確認して、O2 が鳴ったので、なんだろう、孤立するのが嫌だったので魚さんとちょっと一緒に行動しようかなと思った矢先に、ロアの近くで死体発見っていうところなので、私がインポスターであるのであれば、はい、そこでキルして O2 に向かうのが、まあ、合理的かなと思うのでっていう感じ。あ、魚の結論としては、サントスさんと藤宮さん殺しは LG さんだと思うので、他の容疑者がほぼ洗えないかなって感じで今日はあるそうですと思ってます。うん、はい。で、僕それやったら足湯も白置きしてもらうって感じでいいですかね。確かに確かに。あ、間違いない。足湯さんがこの場面一番白いと思う。はい。はい、ありがとうございます。
や、わかんないですけどね。あ、そう、ね、ライダーが入ったのか。現状ちょっと気にかかるのが、エレジーさんがまあインポスターなら確定だとしても、なんで藤宮さんキルしたんですかね。まあそれはかけたからじゃないですか。藤宮さん。だからこれエレジーさんっぽいっていう、なんかイベントで剣で確定って言われたんですけど、なんか相方がキルした。嘘、もうなんか殺しちゃったんだと思いますよ。ベント目撃されたとか。いや、目の前にいたらもう殺す。あ、あ、まあいいや、次に話そう。あれ、弁当見たとしても、キルに関与してないってこと言えるんじゃないか？あれ、どこで見たんだ？だって、ストレージいましたよね、二人。そのまま出てきたのを、この辺で見たとすると、どうなるんだ？キルと結びつくかつかないかみたいな、話が、できるんじゃないか。相方のキルだとして、してもいいけど、第一とその弁当の関係をちょっと考えたくて、アシエさんがその弁当見たのはどこなんですかね。ロアエンジンです。ロアエンジンのどこで見ましたか。ロアエンジンから出てきました。僕が見たのは、ロアエンジンから右の廊下に入りかかるところでエリジンさんがスパンって出てきました。でどっから見てましたか。右側から。通路から見てた。通路から、はい。で、その後、ストレージ行きましたよね。そうですね。で、その後、じゃあ、エリジさん戻ってキルしたって感じなんですかね。そうですね。そこに、その場に死体があったと思うんですけど、はい。はい、十字路のとこに、僕最初カメラ見てて、エリジさんが十字路に立ってて、で、リアクター入っていって、藤宮さんもその辺でおったんですよ、十字路付近に。うんうん、で、下に降りていって、で僕はそのままストレージ抜ける間に、ベントから出てきたのを発見してやばいと思って逃げる形になったんで、藤宮さん自体置いてきてる状態ですね最初。あ、なるほどですね。はい。ああ、足湯さんがストレージで閉じ込められてた時に壁に張り付いて青をしてたのって、あ、そうそう、僕夏目先生にううやばいやばいっつってやってました。あれ、夏目にダンス返してくれてんのかな、優しい。まあダンスも返しましたよ、上で。見ました、それを、あの当時で見ました。あ、お、お、優しいと思ったらそういうことね、はい。そんなんやっといてくださいよ。はい、まあそれぐらいですかね、足湯の情報的には。まあ、エリジさん、僕の方が切りたかったんじゃないかなっていうのは思ってます。うん。切れなかったから、はい。うん、藤宮さんも。多分ね、弁当目撃されたからっていうのが一番分かりやすいかもしれないですね。うん。出かざるを得なかった。なんか一応。誰でもいいから殺したかっただと思う。ちょっと考えたのは、あの、相方のキルと、その弁当が重なっちゃったのかなと思ったんですけど、まあ、否定できそうですかね。魚さんのセリフはない。ないです。はい。黄色、オレンジ、ゾルキ、うまそう。あいま筋肉欲しいんや。もうかれこれさ、中2ぐらいの時から筋トレ明日から頑張ろうって言ってるわ。一回もやったことない筋トレ。あるわ、ちょっとあるわ。プッシュアップバーをね、買いましたね。あの床に置くやつ。買ったはいいけど、ほぼやってない。怖い。待って。よく。うん。あとは、サボタージュで停電来たらでいいかな。うん。お願いますよ。めっちゃモテたい。
お願いますお願いちゃん痩せたいですお願いします。おい魚、おい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 魚魚、おい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 魚、おいおい、アボタジコーナー、オレンジ白。白。エレンコね。次初手で行くとか。死んでなさそう。わあ、いいですね。タスク終わりました。ありがとうございます。素晴らしい。素晴らしい。多分残り全部自分。ですよね。いや、僕だね。いや、夏目だね。僕と夏目先生はマジでタスクやってないっす。マジで言っときますけど。ダンス時間が非常に多いから、ダンスがね。ダンスの分また遅れてるのかと思います。ごめんなさい。やってました、二人で。タスク頑張ります。タスクやりなさいよ、あなたたち。サボタージュ無視でいいね。無視するよ。夏目とセンターはそんなに無視しよう。で、皆さんが言ってください。はい、わかりました。はい、わかりました。いや、僕でも、ゲンさんが言ってくださってたんで、嬉しかったな、あれ見れて。ゲンさん大丈夫ですか？カメラ結構長い間見てもらいましたけど、タスク。大丈夫というの。あ、私も終わりました。ゲスさんはね、ゲスさん初動めちゃめちゃ頑張ってくる。ああ、なるほど。その分私、序盤にたあのサボタージュが無視してるんですけどね。ああ、わかりました。役割に。ブラウンのタスクは一つぐらいです。おお。素晴らしい。じゃあ、幽霊でタスクします。アスユさん、デートしたい。ちょっとついてきて。ちょ、わかった。よし。まあ、停電かリアクターが来たらできるとこだったんでね。仕方ないね。サボタージ来なかった。まあ、死んだら元も子もないからね。タスクやってて。キーニークにお願いだ。タスクやります。さよなら。おい。おい。おい。カフェか。あ、タスク効率いいね。これ多分最後ここで発生するね。おお、なんかいる。窓拭きしてる。マスクで終わるかな。終わらなかった。夏目先生だ。夏目先生が足湯さんを切ってるのを、不思議をギリギリ見ました。セキュリティのカメラで。おいしかった。おー、魚さんねえ。え、何？あのさ、カフェテリア左上に何の用事が見た、僕も。窓拭きタスクをやってました。まだ拭いてた。マジでさ、窓拭かない。殺してやろうと思ったら、左上に。いや、足湯さんが近くにいましたからね。足湯さん死んでんじゃん。そう、左上で殺してやろうって思ったらさ、魚さんいるんだもん、上に。まさかのまさかの魚さんがいて、殺せねえじゃんってな。窓拭き助けあるから俺、一個多いんだよ。やば。ダンスだの、窓拭きだの。マスク、僕が全部、ほぼ全部僕だったのか。確かに。もう嘘つきだった。いやー、ごめんなさい。ごめんなさい。申し訳ない。お疲れ様です。ごめん、リッチーさん。ごめんなさい。あの、間違えた人を弁当見られて、しかも間違えた人を切るという大バカやあ、僕狙ってたわけじゃないですね。狙ったわけじゃないです。隠れて、なんか、
適当な人殺してスッと行こうかなって、その後、ゾニキさんか藤宮さんと殴り合ってローラーしようかなって思ったんですよ。夏目先生の初手キル持ってけそうだったんで、いいですね、しようと思ったら。ちなみに、ちなみに初手キル夏目です。あ、そうです。メッドベイですか？あらら、メッドベイで。あ、そうなんだ。僕はリアクターが鳴った時に右から来る人殺そうと思ってシールドで待ってたら誰も来なかったっていう感じでした。いやごめんなさい。いや申し訳ない。もうちょっと持ってきたかった。ちょっとできるナイスでした。唯一左に行ったのを夏目さん以外に見てるのが LG さんだったので、言わないの変だなと思ったし、あの、もちろん藤宮さんのアドミン情報でメドベイ一応も出ないのがおかしいなと思って、どっちがインスポースターだろうと思いました。とりあえず適当に夏目先生とえを疑う感じにしながらサイコロで死んでった方がいいかなみたいな感じで僕は。いや申し訳ないっす。もうちょい切るでしょ。いやいや、こちらこそ楽しかったです。でもありがとうございます。次はリベンジしましょう。ぜひ次に。はい、いや夏目先生とデートできて楽しかったです。ありがとう。マジで。カメテリアで殺してやろうと思ったらさからさから拭いてるんだもん。めっちゃウィルと思って手拭いてくれたんでね。もう行きながら会いました。ゾニキさんも来るしさ。いや盤石の体勢でしたよ。だって左上にセンターもいたから。何やってんだこいつ。いやいざなわれてるわと思いながら。てか、え、何夏目先生なんでダンスしてたの？インポスターなのに。ずっとダンスしてたけど、アドミンの前でカメラに向かって。いや、あれさ、違う、カメラで情報見られてるからどの道無理だなと思って殺すのが。ああ、そう、その情報取られてて、アドミンに結構固まってたから無理だなって思ってから、ちょっとコミュニケーション鳴らしてちょっと妨害した後に殺してやろうと思って、その間ずちょっと楽しみたかってダンスしてたんだけど、コミュニケーション直った瞬間にもまたカメラついてたから、あって思って、コミュニケーション中もつけっぱでした、ね、もうつけっぱで。やば、激やば。キルができキルするタイミングがなかって夏は絶望してた。暗い部屋で砂嵐のテレビ見てる人みたいな感じや。